ばんは、一太郎です。今日はお盆の時期になると毎年話題になる黒倉川水難事故についてお話しいたします。黒倉川水難事故は1999年8月14日子供4人を含む13人がお亡くなりになった水難事故です。18人がこの場所にキャンプをしに来ていたのですが、大惨事から生還したのは5人だけだったのです。日本最大級の水難事故は他にもあるのですが、黒倉川水難事故は水難事故の被害者があまりにも自然に無頓着で、暴言やその後の態度も非常に問題があったため、後にドキュンの川流れと呼ばれるようになったのでした。またこの事故の報道写真に一瞬映り込んだ川の霊のようなものもこの動画の最後に公開していますので、最後まで見ていってください。この水難事故はドキュンたちがしっかり地元の方々の忠告を聞いていれば事故は回避できたのです。犠牲になられた方々を調べてみると、同じ会社名の人が多いので会社家族で遊んでいたのだと思われます。黒倉川水難事故の場合は異常気象としか言いようのない天候でした。台風ではないのですが、それに匹敵する、あるいは台風以上の異常気象で騒然としていたのです。黒倉川の上流にはダムがあるのですが、その時は大雨が降り続いていて、増水すればダムの水が溢れ出るのは明白でした。そうしないと許容貯水量を超えて意図しないところが水に溢れ、最悪の場合ダムが決壊してしまうからです。その後ダムの運用に問題があって水の事故が起こったのではないかと騒がれたのですが、これは全く的外れということになります。黒倉川水難事故がドキュンの川流れと名付けられたのは、心配した地元住民やダム関係者、警察はドキュンたちにダムから放水するから早く避難しろと警告したのですが、彼らは聞く耳を持たず、とっとと出て行け、殴るぞなどと暴言を吐き続けたからだと言われています。この時ドキュンは21人いたのですが、そのうち3人が警告を聞き入れ、島の中央から避難してきました。この時ドキュンたちは自分たちの運命が大きく変わることはまだ知りませんでした。最初の警察官の警告の時点ですでにダムの放流は始まっていたのですが、そもそも大雨が降っている時点で危険度はマックスでした。いくらドキュンでも救助しなかったらその後奴らに何を言われるかわからないし、子供も多くいたので放っておけるわけもなく、再度警察官が警告しに行くのです。しかしリーダー格の男がほっとけよ楽しいんだからと言った後、地元の人間は臆病、田舎者は他人のプライバシーを侵害して楽しんでいると極めて侮辱的な暴言を吐き、警察官も仕方なく退避することになりました。悪天候の中こんなところにヘリコプターを飛ばせるわけもありません。警察官が3度目の警告に行ったのですが、彼らは相変わらず反抗的で暴言を吐き、一向に避難する気配がありません。2回目以降は本格的な放流が始まり、よほど無知なものか自丸志願者しか残らないような状態になっていたのです。1回目の警告で素直に避難していた友人たちが心配して忠告に行ったのですが、やはり拒否されたのです。2回目の警告の時は見張りをつけると言っていたのですが、その一歩も踏み出せていなかったようでした。しかし見張り役を置いたところで水の事故を防げたとは思えません。翌日ドキュンたちが目を覚ましたのは午前8時頃でした。すでに黒倉川の濁流がテントの中に押し寄せており、寝ぼけまなこのドキュンは窮地に立たされたのです。しかしドキュンたちの事情などお構いなしに自然は襲いかかります。30分後には水深が1メートルを超え、早い濁流で身動きが取れなくなり、中州に完全に孤立してしまったのです。この最悪な状況下、通報を受けて救助隊が到着しました。自業自得とはいえ、それが救助隊の仕事ですから助けないわけにはいきません。しかし写真でお分かりのように天候は最悪、救出は困難でした。それに腹を立てたドキュンたち、特にリーダーは怒って騒ぎ始めます。自分たちが悪いのを棚に上げて、お前らの仕事なんだから早く助けろと暴言を吐き続けるのです。その様子を現場で撮影していたテレビ局のスタッフがいました。彼らの暴言はビデオカメラに記録されたこの悪態が後世に残ってしまったのです。黒倉川水難事故の
ドキュン暴言集で有名な発言に、早くヘリを呼べというのがあります。すでに自衛隊は出動する準備をしていたようですが、自衛隊を動かすには知事の命令が必要だったのです。さらに黒倉川水難事故の映像は全て地上からの撮影であり、二次災害を恐れて自衛隊のヘリを出動させなかったと思われます。水の深さはすでに2メートル近くあり、大人の胸の高さまで達しています。午前10時40分、救助隊員の努力むなしく、大人も子供も濁流に流されてしまったのです。これが後々語り継がれるドキュンの川流れなのです。今回の黒倉川水難事故に関わらず、このような自然災害事故の後は必ず生存者、死亡者ともに捜索活動は当然行われます。ドキュンたちが流された後、救助に来たキャンパーたちの決死の行動で助かった一人を除き、残りの17人の所在がわからないまま、その場を離れざるを得ない最悪な状況だったのです。翌日午前9時、天候も落ち着いてきたため、340人体制で行方不明のドキュン17人の捜索に当たることになりました。地上からの捜査だけでは困難となり、ヘリコプターも飛ばして空から生存者を探しました。対岸に流れていて一夜を明かした4人を保護し、生存しているドキュンはこれで全員となりました。あとは亡くなった方の遺体を回収するのみでした。2週間後に最後の遺体である幼児が発見され、黒倉川水難事故は幕を閉じたのです。リーダー格の男が救助してもらった後もしっかりと救助隊に悪態をついていることが抜かれています。4人の救出後、地元住民たちが善意でおにぎりを差し入れたそうです。しかしあろうことか、リーダー格の男がまずいと言っておにぎりを叩きつけたそうです。さらにこの男はこうも言ったようです。流れたテントを回収したら返してくれと。この時点では誰も死んでいないと思っているのか、別に悲しくも何ともなかったのでしょうか。救助に当たった方々はそれを聞いて背筋が凍りついたとのことでした。それでは今回の黒倉川水難事故をまとめてみましょう。当事者18人のうち13人が死亡したにもかかわらず、同情の余地がない水難事故として有名になりすぎた事件でした。理由は善意で忠告をしてくれた人を見下し、自分たちが危ないと見れば助けろと怒鳴り散らかすという、なんとも自分勝手な暴言を吐き続けたからです。結局流されて無駄な公費1億円を使わされ、救助された男は善意の差し入れすら叩きつけてまずいと言い放つ、このような傍若無人さが世間の怒りを買った事件でした。今でも毎年夏が近づくと必ず黒倉川水難事故の話題が持ち上がり、ドキュンの川流れを揶揄する声が上がります。それではこの事故についてネットの声を紹介いたします。 C さんのコメント。せめて助けてもらう時の呼び方というものがあるでしょうが、見ず知らずの人に物を頼むのに、おいこらって助けてもらうのに何様だ。 G さんのコメント。要するに親の因が子に報いってやつ。そんなの実生活でも多々あることだ。報道の仕方に賛否両論あるけれど、子供の命を守ることに間接的につながっていると信じたい。 C さんのコメント。それどころか行政が危険だから中洲から出るように前日に警告していましたね。それを無視というか暴言で追い返したわけで、そしてリーダー格の男は助けてもらった後でも暴言を吐いていたそうで哀れです。 W さんのコメント。救助費を請求した方がいい。警告を無視して居続けた挙句、救助された場合とはっきり法律で明文化した方がいいですね。 N さんのコメント。大人たちがよく考えれば子供も死なずに済んだのにね。とネットのコメントはここまでです。この夏キャンプを計画されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。黒倉川水難事故は自然の怖さ、そして自然を甘く見た傲慢な人間は必ずその代償を払うことになるということを教えてくれた事例だと思います。まだ川べりには昔からそこに近づくと自爆霊によって水の中に引きずり込まれるという言い伝えがあるようですね。私的にはこんなキャンプ禁止の中洲で人の迷惑顧みずどんちゃん騒ぎをやらかした上に、川に住む自爆霊の
霊障が現れたのだと感じています。自然と接するときはよく調べ、備え、そして謙虚であることが大切ということを、この事故を教訓として伝えていきたいものです。この事故で犠牲になられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。では最後になりましたが、救助されたお子さんの姿の背後の瓦の岩に謎の霊の顔が映り込んでいるようです。ではご覧ください。この事故の当時の報道映像の動画の URL も説明欄に貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。本日はここまでとなります。皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。些細なことでもぜひコメントを残していってください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。